はいどうも、妖怪ウォッチプニプニ今回もやっていきます。3アーカ使った無課金攻略、今回はね、無課金攻略ということで、Y ポイントのね、無課金 Y ポイント稼ぎ方ということで、ちょっとね、おすすめ周回場所というかね、おすすめ周回場所と、あとちょっと注意点が今回いくつかあるので、ちょっとそれについてお話ししていきたいと思います。一応ね、Y ポイントはマップ周回すればね、ゲットできるんですけど、あとはまあミッションとかね、まあスタンプで、今回スタンプあんまくれねえんだよな。なんかあれなんですけど、まああとはミッションとかでね、ゲットできるんですけど、まあ基本的にはね、周回で、ゲットする形になります。で、一応ね、注意点1個目が、この最初のマップね、9まで Y ポイントがね、まあ、極土の子がいて12で、で、その次からね、13なんで、まあ、9よりね、下のところであんまり周回しない方がいいよっていうのが、まず1個目の注意点ですかね。うん。で、あとはいつものね、うん、レア妖怪いるところで周回した方がいいよってあるんですけど、今回ね、注意点があるんですよ。で、一応ね、これね、はい。ここでやると、ここまではね、12なんですけど、よいしょ。これね、うん。んで、ここからがね、ここからが13になります。10からが13なんで、まあ、周回するのはね、10以降にした方がいいかなっていう、はい、感じになってますね。10から、一応やるか一応10からね、13ポイントになってます。で、一応妖怪とかは、なるべく溜まった状態スタート妖怪使って、うん、すぐ必殺技ね、ポンポン、間違えた。ポンポン打てるようにするといいんですけど、使う順番間違えたな。私、レベル上げもやってるので、ちょっとね、溜まった状態スタート妖怪2体しか持ってってないんですけどね。はい。一応これで、うん。ここのフロアというか、ここのマップは、ここの場所か。ここの10からは、13ポイントになるんで、はい、これね。なんで、ここ境目なんで注意しましょう。で、あと、いつものね、まあ、隠しステージも13かな。で、いつものね、レア妖怪の時だけ Y ポイント増えるんですけど、で、一応私が確認取れてんのが、いくつかあって、で、これがね、注意点なんですけど、3はね、3はちょっとあんま出にくいです。だから、後ろのマップの方が出やすくて、3とか、11も出ます。で、11もちょっとおすすめなんですけど、このマップはね、22がギャランドゥーンとこ出てるね。ギャランドゥーンもおすすめだな。はい。で、26、この、ここもあるんですけど、ここはおすすめじゃないです。で、あと私確認できてるのが29と、まあ多分もっといっぱいあると思うんですけど、一応ね、42も確認できて、今からね、ちょっと29と42のね、違いをお見せするので、これ本当注意点なんでね、気をつけましょう。まあ単純な話なんですけどね。はい、ということで42でもね、毛受け源が来ております。で、42はね、おすすめなんです。というのも、これね、おにぎりあげなくていいんですけど、42はね、もともとこの2体なんですよ。で、今回ね、2体のところが、これね、Y ポイントが、やべえな。いいね。怪文書は？あれ？ 2 になってるのか。あ、1のままだよね。2体のところは、これね、普段だったら13ポイントなんですけど、これね、2体のところは3体になって、16ポイント、こちらになりますね。なので、まあ、この2体のところは普段のね、周回でやっても、まあ、わざわざね、やり直すとかやんなくてもいいので、まあ、こういう2体のところで、まあ、必殺技ね、2発打って、残念ながらね、ここ、1体のところがないので、まあでもどうなんだろうな、この怪文書をわざわざもう集める必要もないかもしれないんですけど、はい。このね、2体でもね、
Y ポイントね、13稼げるので、まあちょっと3ポイント足りないですけどね。はい。こんなのがおすすめです。で、まあ最初に言った通り、3体で出てくる、例えばここか、ちょっとここも出してみますね。はい、ステージ29ね、ここは3体、もともと3体いるんですけど、まあいつもだとね、埋蔵金のところなんですけど、あ、これまた餌あげちったな。はい、あ、別に餌あげなくていいっすね。はい。で、いつも埋蔵金がいるところで、ここはね、いつもは3体いるところなんですけど、これね、不具合なのかちょっとよくわかんないんですけど、ここでね、よいしょ、ケウケゲンがせっかく出てくれて、倒しても、はい、まあ一応ね、怪文書落ちない時もあるんですけど、まあ一応これでね、終わって、で、Y ポイントがなんとね、13なんですよ。なので、3体普段いるところは、不具合なのか、ちょっとよくわかんないですけど、普段周回するときも、まあ、3体いて、ね、必殺技3回もね、打たなきゃいけなくて、まあ、もともと面倒なんで、まあ、やる人はいないと思うんですけど、一応ね、こういうところだと、なんかその、せっかく経由軽減出ても16ポイントにならないので、まあ、ちょっとそこ注意かなっていう感じかな。はい。なんで、これだけでも、まあ、一応、まあ、大したね、あれじゃないとは思うんですけど、一応、知っておいていただければなと思って、はい、紹介させていただいておりますね。これ、なんか、ねえ、何なのよ、これって感じがするよね。はい、という感じで、まあ、経由軽減いてもいなくても、3体のところはね、13ポイントなんでね。はい。なので、まあ2体のとこで周回するのがいいのかなっていう感じですかね。ということでね、もともと2体いるとこと3体いるところでね、ちょっと Y ポイント、まあほんのちょっとだからね、まあ気にしないよって言ったらそれでもいいと思うんですけど、はい、一応ね、その3体いるところは、ね、13ポイントになってるので、レアのね経験が出ても13になるので、そこは注意だなっていうところなんで、まあ怪文書ね、まあ、ぶっちゃけ私もクリアしたので、まあそんなに、一応ね必殺の秘伝書がね、この一番ケツだと落ちることもあるんですけど、結構倒すのめんどくさいんでね、まあ倒せばいいんじゃねえのっていう、なんかね個人的にはそんな気がしてて、そんなに別に怪文書集めなくてもって今のところ思ってて、まあちょっと今後わかんないけどね。はい。なので、まあまあどうせ回るならね、42とか、あと2体のねところ、こっちの戻る、このギャランドゥのところ、ガランドゥのところは2体なんで、まあそういうところで、でこの骨子さん、骨美人のところは3体なんで、まあちょっと、ね、3体よりは2体のところで周回するって感じで、いや待てよ、そもそも1体のところで周回すればいいじゃんっていう話なんですけど、一応このマップね、1体がね、いないんですよ。ただ唯一います、1体が。さあ、どこでしょう。そうです。私が変なおじさんですじゃなくて、そう、各地ステージか、ボスなんだよね。だからまあ私ね、ボスで周回でいいんじゃないのっていうね、はい。そう思ってます。なので、まあ一応ね、お宝も、マップが深ければ深いほど落ちるみたいなんで、まあ一応ね、まあ、G ぐらい、G じゃなくても種族効果とかあれば一発で倒せると思うので、まあ一応ね、ボスだと倒した時シャン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 ってなって若干時間かかるかもしれないけど、まあ必殺技一発でいいので、まあもうね、ケウケゲン別にね、限界突破する必要もないし、16ポイント、たかが3ポイントしか、差がないので、まあ、ボス周回でいいんじゃないのと個人的にはね、はい。思ってます。なのでおすすめ周回はこのステージ、私はね45、まあここ他にも、私の他にも4人いますけど、まあ45でいいんじゃないのと個人的には思います。ただね、ちょっと私のなんつうんだ、感覚的、経験値的感覚的感触というか経験なんですけど、お宝ってまあ今第2の宝箱あと1個とかって感じで、こういう落ちにくいやつ、これが第3になっても第4になっても第5になっても第6になってもあるんですけど、なんかね同じとこ周回してるとなんとなくそういう、あ、なんかあんまり落ちない系がなんか来ない
漢字はあるっていうか、まあ漢字なんで、あの絶対そうだとは言い切らないんですけど、なのでまあ何て言うんですかね、同じとこ周回するよりはまあ何て言うんですかね、同じとこ周回しない方がいいぐらい、はい、なんでまあバラバラな感じで、まあ、たまにはこっち行くかって感じでね、うん、周回するのがいいのかなって。ボスだけっていうのはなんかぶっちゃけなんかよくわかんない、どんなトリガーがあるのか、いや全然すいません、あの確定情報でも何でもないんですけど、なんかね同じとこ周回してるとなんか嫌なマークつけられるような感じがあるので、まあ、私はねもう、まあ、なるべく1体か2体のとこ、まあ、ちょっとこのキュービはね SS の縛りがあるので、うん、なんで、まあ、42と45を行ったりしながら、まあたまにはって感じで、うん、そんな感じに周回しようかなと思います。であと裏マップね、裏マップはまたあのワイポイントがちょっと増えるので、まあ、裏マップをねあの高速周回できる人は裏マップで周回すればいいかなっていう感じで、はい、まあおすすめ周回場所は、まあ、私45、42っていう感じで、はい、お伝えしたいかなと思っております。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。周回ね頑張りましょう。どこまでいけるか、横取りチケットについてはね別動画でお話しさせてもらってますんで、そっちをねご確認いただければと思います。前回もねあの8の宝箱16枚で無課金攻略できたので、まあ、今回ね3枚配布前回あったんで、そこまでいけるか分かんないですけど、はい、そんな感じで頑張ろうと思ってます。まあちょっとねどこがいいかとかいろんな人によって違うと思うので、まあ、よろしかったらねおすすめ場所コメントなどで教えてくれればと思っております。はい、じゃあ今回こんな感じしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、はい、イベントまだ初日なんでね頑張っていきましょう。それではまたお会いしましょう。さよなら。そうだよね、1体マップにないんだよね今回ね。